はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。リュート様、クラちゃん母様、光弘様、ヌコ様、純子様、智也様、政府の赤字はみんなの黒字様、ガイズ様、ガイゼ様、君尾様、僕平将様、イクオ様、気まぐれ玉様、元文様、チカ子と玉様、黒様、ユウ様、マサちゃん様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度もご支援いただきまして、また初めての方も誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎との裁判費用にさせていただきたいと思います。22日だっけかな。で、書類提出期限が15日だっけかな。すぐですね、割と。地震でお亡くなりになった方が現在92名。謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明者242人、ご無事を願っております。輪島市長、全域で断水と停電。道路の寸断で物資が届かない。避難施設、ソーラーランタンと真冬用寝袋が欲しいと。なんか暖房が、停電してるから、暖房があれで、あとあれですね、夜中の明かりがないっていうことらしいんですけど、被災地の限られた道路が混雑し、50キロ移動するのに11時間もかかっちゃう深刻な渋滞も発生しておりまして、物資が届かないみたいであります。物資や作業を手伝いたい個人は、今は行くのを控えた方がいいみたいですね。火事場泥棒狙いの不法滞在者窃盗団なんかもいるんだろうな。車に乗ってな、向かってんだろうな。世論です。他県ナンバーは規制しろ。素人ボランティアが行くのはまだ早すぎる。緊急車両以外は規制しろよ。バカチューバー、今緊急で動画を回してるんですけど、千羽鶴をどうしても届けたいという思い。被災者の人が今一番欲しいのは警察のパトロールだ。言ってた。治安悪くなってんでしょうね。火事場泥棒、暗躍しちゃうよな。火事場泥棒どもだろう。自称ボランティアのやじ馬だ。ボランティアが助ける命もあるから一概には言えんと。世界唯一緊急事態条項がないんで、日本には。こういう時にですね、行くなって命令できないっていう弊害ありますね。強制できない。まあ、家族や親戚を心配して駆けつけたいっていう人もいるんで、何とも言えませんけれども、もともと能登半島に行ける道路が何本もないんだって、陸路。山ですもんね。山と海岸線。殺到したボランティアに寸断された道路をですね、復旧させたら、ボランティアさん集まったら、道路を直すのまずそれにやってもらったらって思ったんですけど、土砂崩れの復旧とか、重機使ってね、舗装工事は素人には無理かと。とにかく野次馬根性で行くのは、やめた方がいい。ボランティアが必要な場面では、募集する機関や窓口が設置されるんで、それまで待っててと。火事場泥棒は絶対許せるんですけどね。そんな中ですね、被災地に駆けつける共産党議員たち、救助作業の邪魔しに行ったんか。なんか見てみたら話聞いただけみたいなんですけど、片道5時間半かかりましたが、なんとか輪島市に入り、被災地の実情をつかみ、要望を聞きしてきました。井上聡参議院議員、藤野康文前衆議院議員と一緒です。避難所では食料も水も配給はないとのこと。一刻も早い解決が求められますって、人ごとだな、ずいぶん人、話聞いただけ、世論です。邪魔。すがすがしいぐらい邪魔。子供のお使いか。被災地の足引っ張んねえ。聞くだけなら犬でもできるぞ。どうすんだ。そんな当たり前のことを聞くために被災地へ。避難所の物資を食いつぶしに行ったのか。3人分の輸送リソースを無駄にしたって、無駄にしてきたってわけだ。手ぶらで行ったんかーい。まさか政務活動費で行ってないよな。なんでわざわざ現地に行って邪魔してんの。関わるとろくなことがないキングボンビーと、手ぶらで行ったんかーいって、水ぐらい積んでいかんかーい、話聞いてきただけだが、その分道路も混むしね、こいつらの車の分、話す人の時間も奪うしね、物資が不足、一刻も早い解決が求められますって、役立たず、それに人事だな、議員なんだから求められますじゃなくて、お前らがそれやんじゃねえのかって
思うんですけど、失礼しました。俺が言う綺麗事をお前らが実現しろ。左翼はみんなこれですね。被災地の壊れた家屋に勝手にブルーシートをかけただけ、あるいはブルーシートを高く売る、高額手数料を請求する悪質詐欺が発生、政府の依頼って言い張って売りつける、みたいであります。世論です。ひでえ、とんでもねえな。こういうことだけは光の速さ、なんでの話なのか。カジマ泥棒、いろいろ考えつくもんだな。人手なしでもめ、極刑にしとけ。どういう神経してたらこんなことできるんだろう。他人の不幸を飯の種にする連中に皆さん大激怒ですけれども、東日本大震災の時もいました、これ。熊本地震の時もいました、これ。恐ろしく早いから、これをしのぎにしてる組織でもあるんでしょうか。これ専門ってわけでもないんだろうけど、地震があったらブルーシートっていうマニュアルがあってね。悪質といえばですね、ファミマ、金沢。ファミマ、金沢泉の店、でですね、霧島の天然水、ペットボトルの水を普段の倍額で売り出し、非難合合。すぐやめたんで、多分本部にめちゃくちゃ怒られたんじゃないかな。フランチャイズを請け負ってる、金沢泉の店のオーナーが人間のクズってことでね、悪評がネットに永久に残るこのご時世で多分潰れるね、ここ。東北でですね、バカみたいな値段でガソリン売ってたスタンド、評判を落として潰れてたしね。一方、ラムーというスーパーは、お一人様2本無料提供で、高評価、水、諸行無常、今が永遠に続くわけないんだから、今後のことも考えるって、詐欺のことも、ネットタトゥーって言うでしょうが、あと評価経済っていう考え方ありますね。イメージや評判が何より大事っていう評価経済。ディズニーランド結構バイトブラック。で、モラハラ、パワハラ、横行してるらしいんですけど、それでもバイト希望者が、引きも切らないのは、評価経済で勝ってるから、という話もありますね。岸田総理、のんきにフジテレビの政治バラエティに出演し、終始ニヤニヤしてしまい、こんな時に、非難合合、世論です。こいつなんなん？どうしようもねえな、こいつ。これ生放送なの？正月気分が抜けてない顔しとる。周囲は注意しないのか？支持率下げる天才かよ。総理の器じゃないよな。小沢一郎みたいな邪悪さは感じないんですけれども、岸田総理からは、自分がこんなこと言ったらやったら、人はどう思うかっていう察する能力が欠落してる気がする。推測する能力、予想する能力が欠落してる気がする。LGBT 法案通しちゃったらどう言われるか、韓国とスワップ始めたらどう思われるか、なんか予想する能力がゼロ、欠落、常時他人事でぼーっとしてるし、聞いてんのか聞いてないんだか分かんない顔してるし、無感情だしね。この人なんか真剣になったことなさそうですね。そういう人格障害なんでしょうか。羽田の日航機海保機衝突事故で、日航機に乗せてた預かりペット2頭が犠牲になりました。同伴搭乗を求める署名が 1.6 万筆ほど集まりました。世論です。そもそも飛行機に乗せるのが虐待。家族同然と家族は別。無理に決まってんだろ。署名で物事が決まる社会になったら終わり。海保の職員の命よりペットかよ。動物愛護棒を振りかざすな。ペット同伴のせいで犠牲者が出たってなったらどうすんだよ。うん、そうだね。ペットにかまげて、避難が遅れて犠牲者出た、いうことになったらどうすんだって話。あとですね、私の高校の同級生の沼田くん、沼田みのるくん、犬恐怖症で、シェパードみたいなおっかない顔してる犬を怖がるならわかるんですけど、チワワとかマルチーズも怖い。だって、なんでって思いますけど、高所恐怖症とか閉所恐怖症もなんでって言われても説明できないじゃないですか。だからそういう人もいるんですよね。私獣医ですけど、これは反対です。同伴搭乗は、連れて乗せてどこ置くの、
ずっと自分の膝の上に乗せていくのか、カゴに入る大きさならまだしも、大型犬とかどうすんのか、もう一人分座席、買って確保すんのか、猫と小型犬はいいけど、大型犬はダメって言ったら、それはそれで騒ぐんでしょう。泣いたり吠えない、とも限らない。絶対吠えないとは言えませんよね。粗相したら、匂いで周囲に迷惑かけるしね。それにですね、ホテルに預けるであるとか、そもそも出かけないであるとか、飛行機使わないで、車、自家用車で行くであるとか、乗せても文句言われないチャーター機、チャーターするであるとか、プライベートジェットを買う、などの選択肢もいっぱいあるわけで。まあ、チャーターとプライベートジェットは、ちょっと非現実的ですけれども、ところが乗せていいってことになったら、犬が嫌いな人でも我慢するっていう選択肢だけになっちゃうじゃないですか。私注意ですけど、これには反対であります。署名した人はいい人ぶりたい欲求っていうのに負けたんでしょうね。食欲、睡眠欲、性欲の次に強いのがこの欲でしてね、いい人ぶりたいっていう欲を、性欲の変化ミスしちゃったな。議員やったからよくわかりますけど、丸出ししてる議員ばっかだった。あはははばっかり、欲望にまみれた、いい人ぶりたい欲望にまみれたバーガーな質問ばっかで、豊島区職員さんね、心の中で さぞかしね、失笑苦笑してたことでしょうね。まあ民意にで選ばれた議員ってことでしゃあないなって付き合ってっけどね。その他のニュース、 NHK 石川、停電のため緊急発電機で中継していたが燃料が切れて放送停止、災害の時に必要っていうのは真っ赤な嘘ですからね。見る方も停電でテレビなんかつかねえし、放送しなかった日数分は受信料返せよって思うんですけど、まあしないだろうけどね。岸田総理記者会見終了直後、何者かが原発再稼働を諦めるべきではありませんかと叫ぶ、記事になってるってことはテレビ報道、テレビで映したんでしょうね、その場面ね。つまりテレビもグルと、自称記者の活動家を記者会見に参加させるのやめる、こういう活動家、この不規則発言するようなやつはもう出禁にしろ、記者会見からね。立憲泉代表年頭挨拶、今年こそ政権交代って言っちゃって一同困惑何言ってんだ、支持率一桁の。仮にね、政権交代があったとしても、立憲じゃねえよね。立憲じゃねえ。能登半島、最大で4メーター隆起したせいで、海岸に浅瀬が出現し、大型の船が停泊できない状態。ますます陸路の復旧、急いでほしいですね。サムスンの元幹部社員のキムってやつと、関連会社のパンってやつが、半導体の企業秘密を中国に売ったとして逮捕。サムスン何十億円かの損害賠償請求を起こしてました。200億円も投じてね、こんな情報ダダ漏れで、社員も信用できない会社と共同研究所作るって言ってるバカ岸田政権。共同研究してもよ、情報売られちゃうのがオチですよね。もしかして未来予想が全くできないっていうのが岸田総理の特徴ではって、前にも言いましたけど、予想とか推測とか一切できないんじゃないの。そういう障害で、人格障害っていうか発達障害かもしれないけど、ソウル四里団通りってとこがありまして、日本風の店が次々出現、日本語の看板を掲げた店が30軒以上あるみたいであります。まるで新大久保のギャグバージョンだな。日本風のものを売ったり食わしたり、あれだけノージャパンってやつに一体なぜ儲かりゃ何でもいいのか。儲かるってことは若者もノージャパン気にしてねえのか。竹島をですね、軍事占領してる敵国なんだから、気持ち悪いからやめてほしいですね、本当に。気持ち悪いから。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。